こんにちはっす、イデアルです。今回はですね、奥が深すぎるグラサマのバトルシステムを徹底解説の前編になりますということですね。初心者から中級者の方向けの動画になります。やっていくぜ。目次はこんな感じです。はい、一つ目、バトルエーテルについて。これチュートリアルでガナンさんが説明してくれるやつですね。黄色い玉で、これ一つにつき、オーブゲージが10アップします。で、これランダムに振り分けられますので、同じクエストを周回していても、オーブゲージの溜まり方がね、変わったりするわけです。で、これには、いろんな細かい仕様がありまして、まず、バトルエーテルの出現には種類があります。スキルによるバトルエーテル出現。装備によるバトルエーテル出現。そして、敵を倒した際のバトルエーテル出現。この3つです。で、スキルによるバトルエーテルの出現は、これ倍率が関係ないというのがあるんです。なので、例えば 500% だろうが 5000% だろうが、スキルなのであれば、バトルエーテル出る量は同じです。逆に言えば、スキルで攻撃しないというユニットは結構損しちゃってます。なので、今回のリン&ルビアみたいな、攻撃しつつ全体のオーゲージを上げるというのはかなり強いのですね。そして、装備のバトルエーテル出現ですが、これは攻撃倍率が関係あるんですけど、なんと 6000% が条件となっているという仕様があります。これはどこにも書いていません。はい。つまり、エクスカリバーみたいな 16000% のダメージっていうのはね、ちょっと損しちゃってるんですよね。ただ、例えばですね、HP が500しかない敵に対して、6000% の装備を使って、5000ダメージを与えた場合には、5000与えた分のダメージが、バトルエーテルが出ます。ただし、これ注意してほしいのが、これ単発ダメージ攻撃だった場合なんですよ。なので、エクスカリバーを複数回ヒットしてしまうという仕様があるので、バトルエーテル的には一番あかんのですよ。はい。で、上級者の方がね、装備のモーションとかヒット数を異様に気にするのはこういうところにあるんです。で、最後に敵を倒した際のバトルエーテルですが、まあ、これはクエストによって本当にまちまちです。基本的にはね、雑魚が固まって出てくる場合はドバッと出ます。またね、そもそもクエストによって、バトルエーテルの出現量に補正が乗るので、例えば、ストーリークエストのこの夜を越えてっていうクエストの工程、これね、補正が全くないんですよね。なので、スキルで攻撃してもバトルエーテルは1つしか出ませんし、6000% の装備を使おうが3つしかバトルエーテルが出ません。マジでしょっぱいです。また、ギミックによって状態異常にしていないとですね、バトルエーテルが出なくなったりと多々あります。で、バトルエーテル出現量アップは、今まで話してきた3つの攻撃と補正に対してね、掛け算で出現量アップをさせていくので、例えば、補正が2倍のクエストがあったとしますよと。で、これは 6000% 攻撃を当てれば通常6個バトルエーテルが出るということになりますが、ここにクロスアタックの効果で 50% 出現量を増やしたなら9個出ることになるわけです。もちろん 6000% の攻撃がタランヒットでね、1ヒット目で倒れてしまうような相手だったら出る量は減ってしまいます。あと覚えておきたいのが、このバトルエーテル出現量アップ、カテゴリーの概念存在します。さらに、アイコンがオーゲージアップと同じなのもすごく面倒で、なんというか見づらいです。まあ、簡単な覚え方としては、渾身のクロスアタックは完全に独立してます。なんですが、新無限一重は重複しづらい。っていう覚え方で OK です。てか、大体この2つしか使わないですね。要は、クロスアタックと新無限一重を一緒に使うと、とんでもない量のバトルエーテル出現が狙えちゃうということになります。100% アップですからね、マジですごい出ます。次、ブレイクについて。これもガナンが教えてくれるやつですね。ボスにはブレイク値がそれぞれ設定されていて、その数値を削り切ると一定時間行動不能にできてタコ殴りにできるというものなんですけど、最近はそうでもなくなってきましたと。なんでかというと、ブレイク中であっても、HP トリガーというね、ボスの HP に設定された境界線まで削った際に、強制的に無敵になって攻撃してくるということがほとんどだからです。じゃあブレイクいらなくねってなりそうですが、まあ、今度はブレイクしないとダメージ通らんっていうボス、もしくは中ボスがちょくちょくいるんですね。ではここからは、ブレイクするためのコツというのを話していきます。まず、ブレイクを狙うのであれば、装備がすごく大事になります。単純に、ブレイク値が高い装備と、ブレイク力を上げる装備を、一同時に編成できれば、すごいブレイクできます。有名どころだと、信頼つぐろうと、緑心城軽音とかですね。かつ、ブレイク耐性ダウンを持ったユニットっていうのを編成するのが大事になります。ブレイクしないとダメージにすらならんって場合は、もうブレイク耐性ダウン持ちに加えて、ブレイク装備、ブレイク力アップ装備、ユニット本体でもブレイクを狙いに行くと。で、これが一人でできてしまうのが、常設ユニットのプラチナです。彼女は、アビリティから各種奥義、果てはスキルや新奥義まで全てブレイクに関係していて、もうブレイクバカと言っても過言ではないです。
装備枠もブレイカーとしてもこれ最強水準のものになるので、ブレイクするクエストならとりあえず採用するかなっていう候補に上がるほどです。ただ最近のクエストではね結構対策されちゃうんですけどね。はい、で次にオーゲージアップについて、これはバトルエーテルとは別の方法で味方全体のオーゲージを上げるという話です。具体的にはゼノンやフェンといったユニットが持つスキルや奥義や新奥義によるオーゲージアップを使うパターン、もしくは宝石剣ゼルレッチやアークイグニルのような装備を使うパターンと、主にこの2つがあります。最近はねアビリティで自然上昇を持っていることもかなり多いんですけど、そしてここで注意してほしいのが、オーゲージ自然上昇というもののほとんどはカテゴリーがあって、例えばエリアの新奥義の25秒間5アップっていうのは12代目水木というユニットとは重ならないです。このあたりについてはね、当チャンネル作成の最強ランキングというものをご覧いただくとよくわかると思うのでおすすめです。装備については、同じ装備で自然上昇ならごく一部を除いて重複しないです。はい、パーティーを編成する際はオーゲージが上昇するユニットっていうのをね、2人は最低でも編成したい感じになるので超重要になります。何せオーゲージがなければ何もできないですからね。では次に装備 CT について、 CT はクールタイムの略ですね。CT を消化するまでは装備が使えないというものです。これも奥義と同じくらい大事な要素になります。で、この、CT っていうのはね、ユニットの奥義や装備で速くすることができるんですよ。それらを編成できるかできないかで、特に高難易度においては絶大な効果を発揮するんですね。例えばガチャで出てくる防御装備のガルガンチュア、これめっちゃ強いんですけど、 CT は30秒で効果時間は20秒です。すると10秒間は効果がないわけですが、装備 CT 回復速度アップを 50% 達成できれば CT が20秒になって効果時間的に永続してしまうんですね。こうなってくるととんでもない耐久ができるので攻略の難易度は激減します。ちなみにガルガンチュアは珍しいことに効果が無限に重複しますので、例えばですが装備 CT 回復速度アップを 100% になるまで、頑張って編成して、すると CT は15秒になってですね、効果時間より CT が短いために、まあ、より、かなり短い時間ではありますが同じ装備の効果が2個重なってしまうんですね。はい、これは通常起こり得ないことなんですけど、ガルガンチュアは実はできてしまうと。つまりガルガンチュアを2個編成していた場合は闇耐性 120% できちゃうんですよ。他にもオーゲージアップ装備の CT も短くなるので実質オーゲージアップになってしまうということもあります。装備としてはめっちゃ有名なのがフェンのアロハっていう装備になります。これオーゲージも上げつつ装備 CT も上げるっていうとんでもないぶっ壊れ装備です。これはサマーホームガチャで手に入るものです。夏も近いのでおそらく復刻されるはずです。星4装備なので出やすいですしね、ぜひ復刻したら入手しておきましょう。よろしく。